皆さんこんこにちは新国立劇場オペラ部門芸術監督を務めております,大野です今日はですね今年の8月終わりにですね上演予定でありました「スーパーエンジェル」という子どもの合唱とそれから「アンドロイド AI」 ロボットです、ね、の対話を通じて、えー、人間の将来を占っていくというです、ね、大変興味深いあのテーマに基づいたオペラ来年にです、ね、あのこのプロジェクトは延期されるという今、えー、予定のもとに、えー、制作をもう一度こうし直しているところなんですけれどもこのオペラをこう立ち上げるまでの、えーまあ、裏話というかです、ね、秘話というんでしょうか、えー、ちょっとご披露願いたいと思うんですけれども。 実は島田さんそして渋谷さんそして私3人でこの2年余りにわたって話を続けてまいりましたけれども島田さんの中にどのようなこのオペラを作っていくという大本作家ととしししてのお立場という変遷がありましたでしょうかまあ過去に AI ブームみたいなものが3回か4回ぐらいあって2045年あたりに、まあ、いわゆるその AI の知性が完全に あの人間を凌駕するっていうようよなそういう予言とかがなされてまあ今後人間と AI っていうのはどういうような関係を構築していくのが良いのかっていうことがさまざまな分野で議論されてきたと思うんですけれどもまあいつの時代でもそういうその人間を凌駕するっていうことに対する人間の側の恐れっていうのがあって。 まあその一方であの、まあ、こちらの方が現実に近いんですけれどもそうしたまあ機械と人間の,、まああの良好な関係の構築と、えー、新しい今ライフスタイルなり、えー、世界観なりというものが生み出されていったというふうにあの過去は総括した方がいいようで、うん、まあその流れの中で、えー、じゃあ,あ,の、まあ今から 年年後後ななるるのか20年後になるのかまあそうしたら完全に今までと違うそのライフスタイルが生まれるとしたらどういうものなのかということをまあちょっとあの考察できればなっていうところが出発点でしたねなるほど実はこのオペラはですねお子さんたちにあの提供したいオペラそして当然お子さんたちが劇場に来るために親子で見られるオペラと。 というのをまず頭の中で私の方では考えておりましてこのアンドロイドというのがですね AI というのがあの私たちの時代を語るにですね大変あの興味深い一つのバイパスになっていくだろうということを思いましてこのアンドロイドに登場していただくと同時にこのアンドロイドを使ってもうすでに作品を書いている渋谷さんにこう作曲をお願いすることになりました。 このアンドロイドを使ったこう作曲というものがあの何が、えー、違ってそしてこのアンドロイドとその子どもさんたちとのこう対話を通じて作品としてどういうものを音楽的にこう提供するという,うん、うん、イメージを深めたでしょうか子どもたちだけの作品というのにするつもりは最初からなくてよくその子どものための音楽作品ってあるけど多くは子どものために作られたものは子どものためにも 大人のためにもならならいんですよねだから最初から子どもも何かしらのイメージが換気されるけど大人が見ても納得するようなものっていうのは当然頭にあったわけです。音楽はコミュニケーションだとかってよく言われますけど多くの場合その人間同士の場合コミュニケーションっていうのは何かっていうのは自明のの状態にあるのででで意識しないで済むんですよねただアンドロイドっていうのはアンドロイドとコミュニケーションしようとしないと。 何もできないから Android とコミュニケーションをするっていうことによってコミュニケーションというのは何か音楽におけるコミュニケーションのは何かっていうことが逆に創発されるとか発見できるっていうところがあってそれは大人とか子どもとか問わず面白いポイントだなと思ってて今慎太郎さんっていう電車音楽家の方がプログラムに入っていただいて人間が歌ってたり人間が弾いてるものに対して即興的に 自分で考えているフレーズを作ってオブリガートを入れられるとか歌えるっていうことができるようになってきた時に結局そこで発せられるアンドロイドの声から漏れるノイズとか即興性っていうまあるもんですよねそれがコミュニケーションっていう軸で音楽を考えると非常に重要などちらかというと真ん中に即興性とかノイズってことが真ん中に出てくるっていうことが起きてきてて。 それはそういうことがオペラにフィーチャーされることはあまりなかったんで面白いあのプロセスになってきたなって今思っているところですね。このオペラではですね、アキラというんですけども、これはあの、えー、藤木さんが歌ってくださるまあ人間の側の代表です。そのアキラとアンドロイドが ああお互いのこう知恵を合わせてですね、えー、頭脳と心を合わせて、そして合体するところがあるんですね。でそこから、えー、新しい未来のこう人間の才能を探していくというところがありまして、それに志望、えー、さんがですね素晴らしいその、えー、台本をくださいました。アンドロイドに向かってですね、あなたの頭脳を私の心へ、人間の心へですね。そして 私の心ラの心をあなたの頭脳へというようなところがあるんですそうしてラ、えー、はアンドロイドからその知恵をもらいそしてアンドロイドにはラの方から人間の心が届くんですねそういうことを通して、えー、やがて合一した、えー、新しい創造物が出来上がってくるんですね。これはとても 象徴的なこのオペラの一つのテーマだと思うんですけどもこういうお台本を作られたあのそのえインパルスといいますかこう直感というのはあの島田さんの中でどのようにまあものすごくシンプルに考えるとまあ論理というものもあるいは音楽というものもまあ基本的に対話的にできてるというかタイプの違う知性とあのいうものがあのお互い対話し合うということ。 まあこれは人間同士の場合だったら、まあ他人の対話者の頭を使って考えると。はい。で、えー、こちらの想像し合えること、うん。そうそうそう。うね、こちらの考えを相手にまあ譲るっていうふうにして、うん、まあそうやって積み重ねていく。そうするとその当初自分一人で考えてたものと違うあのところにあの導かれていくっていう。やっぱり友達になれる人っていうのは。 どっかでまあ考えが違っていてもお互いに影響し合ってで新しいものを生み出せるというそういうまあメリットがあるわけですね。でそういう関係っていうのはもちろん機械と人間の間でも作りうると思います。まあもう一つ言うとですね優れた知性、AI これに何をやらせるかというあの大テーマがあってこれはじゃあ,あの権力者がその権力者の 社会とかあの人々をです、ね、どう効率よく支配するかとかね権力をどう維持するかっていうことにあの使うと、まあ、基本的にはあのすごくつまらない、まあ、ファシズムの世界っていうかねあの帝国的な原理っていうものがあの世界に広がっていってしまうわけですけどもあのそれとは違うやり方で人間を解放するあるいはまあその知性の,あの限界を超えて それぞれぞの持っってるポテンシャルをもっと広げてやるという方向でもしあの AI を活用できるようになっていったら、うん、まあ当初考えられてるような暗いあのディストピアとは違うものが出てくるんじゃないかという、うん、まあそれもあの全てこの対話を通じてそこにたどり着けるので,のではないかという発、まあ、発想が出発点ですね、はい、作曲家の立場からご覧になって、えー ここの台本に作曲するとということで、何かしら新ししししいい見通しとううのはありましたでしょうか。ストーリーの主題として非常にシンプルなところがあるのとディティールではすごく細かいところがあるから、まあ、そこを音楽的にどう咀嚼するかとかあとベーシックになっているムードっていうのを脚本から出されているものを音楽でリアライズする時にどういうふうにするのがいいかっていうことは結構考えましたね。 脚本の直訳ではつまらないし脚本をこう反転させるような脚本で意図されてないようなムードを作るとかあとまああと音楽のスタイルをすごくシーンによって変えるっていうことは意外とやられてないことなんで,でそれは極端に分かりやすい音楽も極端に複雑な音楽もシーンによってある、うん、でそれは楽器の編成もシーンによって例えば低音楽器しか使わないシーンもあれば。 漢がっしか使わないしもうだ言ってみればブラスバンドみたいなもんですね。で,でその上で非常にシンプルなメロディーを歌うとかっていうこともあるしだからそのメリハリをつけるっていうことで割とそのもともとの意図っていうのが分かりやすくなるんじゃないかなみたいなことを考えました。ささんががが作曲されれるる上でその台本を見ながらあのふーっとこうあの自分の中に歌が生まれてくるそういうい こう頭の構造を作曲家としててされてるんですかあのか読んで感じ音の状態というか音音響状態みたいなのはまず頭に浮かぶんですねただ実際問題としては言葉があるからで言葉がある音楽の作曲っていうのは僕の全体の活動の中で半分以下なんですよ普段でいうと。だからまあ自分にとってはイレギュラーなことで,でしかもその言葉は基本的には守って使わなくちゃいけない。とすると。 その全体の音響状態は頭にある状態で、まあ、ピアその脚本を譜面台に置いて弾いてみてでメロディーを探ったりとかそういう、まあ、割とオーソドックスなこともやりますしあとそのメロディーと言葉の関係を作ってそれまあハーモニーというかそれ以外の楽器の関係があって作ったものがあるとするとそれを例えばスライスして。 一番上のフルートからコントラバスまで1秒とか2秒とかで縦に輪切りにして音楽をそれを全然組み替えて音は使うんだけどオーケストラは作るんだけどそこに全く違う関係ないメロディーを歌手のメロディーを書いたりとかっていうことを試したりもしました渋、ね、谷さんのねあの話を受けて言うとあの、まあ、オペラっていうのは基本的にその台本はたたき台にすぎない。 映画のとあの映画は音楽の関係じゃないんですね要するに劇であってはいいけない、まあ、要するに、えー、台本の言葉とあの音楽の間の,あの発展的対話っていうものがなされてないとあの成立しないわけですね。違う音楽をあえて当てて当いくとかですねあるいはあのそこに今度は演者の歌手のあるいは演出の,あの思惑っていうのが入ってくる。 その時にキャラクターの,その感情的な要素これがまた可変要素として加味されてきて出来上がったスコアに彩りを与えると。で演出のビジュアル的なものを加味すること映像などを加味することによってまた違う意味がそこに生まれてくる随所にいろんな亀裂ができてそこからまた別の多義的な意味が生み出されていくシーンごとに生み出されていく。 これが一番いいあのいいオペラではないかと、うん。スーパーエンジェルというですね。このエンジェルという言葉はどこから来たかというとですね、五、えー、人の天使というのがいつもその子供たちをあるいは人間たちをこう見つめていてくれたり、あ,あるいは守っていてくれるこういうあの最初のナンバーがあります。志村さんのピアノそしてアンドロイドとのあの共演でですね、えー、この何日間か。えー 歌の準備をしてく屋さ,さ,いいさんと一緒にそれをさっき演奏させていただいてオーケストラパートがものすごく複雑だしかつ即興も求められていてそれはだから1回、まあ、昨日から今日にかけて多分15回ぐらいは通して歌ったと思うんですけど全く1回も同じ演奏にならなかったっていうのが非常に面白かったし、ねうん、まあ公演が例えば2回と予定された けれども毎回違うう演奏ななるんじゃいいかっていう予感はすでにしています、うん、渋谷さんのピアノ演奏とそれから藤木さんの歌を音を聞きながらですね、えー、オルタが実はそれに対して反応して、えー、オルタの、えー、この、えー、フィギュアからですね姿からこう音が出てくるんですねそのオルタとのこう、まあ、共演ですねっていうのを経験されてどんな感じでしたでしょうかももちろん自分としても オル,タとオルタとというかアンドロイドと共演することが初めてで今まではいわゆる人間としか歌ったことがなかったんですけれどもあの本当に自分が何かしたことに対してあるいはオーケストラの音を聞いてオルタが反応して発語あるいは発声をするんですね。でそれも毎回違う 例えば同じフレーズを2回繰り返したとしても2回違うことが起こるのでそうなると対対話話がが生生ままれれれるるわわけけでですすその予定されてないなねたくさん一緒に演奏したのでもう友達みたいな気分になっていてその先ほど大野さんがおっしゃったような心と頭の交換あるいは人間とアンドロイドの対話っていうものを既に僕は感じていてものすごく愛着が湧いています。 歌ったことに対して違う返事が返ってくるのでその即興の部分でもやっぱり違う即興当然なんですけども、うん、違うメロディー違う恩恵違う方法というものが生まれることがすごく面白いし、うん、だから逆にすごくスリルがあるしワクワクするんですね、うん、今決まったことを決まった曲を覚えて演奏するっていう本来の まあ、オーソドックスと言われる形ではないことが起こっているのですごく楽しいセッションをさせていただいてます藤木さんが話してたように聞いて即座に反応して歌うそうすると例えばピアノとアンドロイドでやってる時もアンドロイドの出す即興性っていうのはいわゆる人間の即興演奏家とやってる時はだいぶ違うんですよねす即興演奏みたいなこともずいぶんやりましたけど割とお互いのも持ち技を披露するみたいな。 あの予定調和に陥ることが多くてただアンドロイドが出してくるものは全然わからないけど確実に自分が弾いた何かからは生まれてきてるからそれに対してアンドロイドが歌うでそれに対して自分が弾く歌うってことを積み重ねてると自分の何て言うかなモジュールがどんどん変形されていくようなでそれに勝手に導かれてやってるから昨日も結局3時間とか4時間とかピアノ弾きっぱなしになっちゃったりするんですよね。 ただそれは作曲しているような作曲と即興の中間みたいな発見があってそういうことができるようになったのは今度ごく最近で、うん、それはこのオペラが延期されてよかったなと思いますねそういうことが発見できてこれから1年ということはよりこ,れもこの1年でもっともっと発展するということですね。